政府・民主党は来月16日までの今の国会の会期を延長しない方針を固めましたこのため夏の参議院選挙は7月11日投開票となる降参です政府・民主党は今日にも残りの会期内で成立させる重要法案の絞り込む詰めの協議を行いますこの中で連立を組む社民党が重視する労働者派遣法改正案と 国民新党がこだわる優政改革関連法案の成立を最優先とする方針を確認します一方で鳩山政権が目玉の一つとしていた政治主導確立法案や官僚の答弁を禁止する国会法改正案の成立は見送る考えです政府・民主党が国会の会期を延長しない方針を固めたことで公職選挙法の規定により 夏の参議院選挙は7月11日の投開票となる見通しです。